日本人の良さの一つは戦わない、争わないこと。そして笑顔で和の心を持って生きること。聞くわという言葉は聞き慣れないものだと思います。私が作った造語ですから、一般的には知られていないでしょう。聞くわとは、競わない、比べない、争わないの略です。私たちはこれまで競うこと、比べること、争うことを前提として生きることを教え込まれてきました。人と競うこと、比べること、争うことで人より抜きんでて、初めて偉いとか立派だとか素晴らしいと評価をされるという価値観で生きる日々を送ってきました。もともと学校教育がそうでした。相対評価というもので、クラスの中の上位何パーセントかにいる人の通知表を5、下位何パーセントにいる人を1とランク付けし、そのランク付けの競い合いの中で人材を育成するという教育方法を日本の教育界は取ってきたわけです。その結果、私たちは幸せとは競うこと、比べること、争うことで初めて手に入るのだ、人より抜きんでて勝ち続けることが幸せを手に入れる唯一の道であると信じ込まされてきたのです。勝つことが正しく、勝つために努力をしない人間はダメな人間であり、競争から落ちこぼれると社会の中でも価値がない存在であるかのように錯覚してきました。しかし、人間の価値というのは勉強や仕事ができるとか、何か数字で判断できるような単純なものではなく、あらゆるところにその人の素晴らしい個性や存在価値を見つけることができるのです。人と競うことが好きな人はそのような生き方でも良いと思いますが、競争にはキリがありません。仮に勝ち抜いても、本人が満足しなければ永久に心が満たされることはなく、人を蹴落として優位に立っても孤独なだけかもしれません。人と競い合って自分の目標を達成し、自分のためだけに生きるよりも、人に何かをしてあげることで喜ばれ、自分も人の行為に素直に甘えてそれに感謝して生きる方が、ストレスもなく心温まる豊かな人生になるのではないでしょうか。世の中の現象というのは、実は分けられないのかもしれません。特に勝ち負け、幸不幸、良し悪し、成功失敗、敵味方の5つは常に分けられるように教育されてきましたが、実は分けられないものではないでしょうか。物や現象はある方向から見れば幸せや成功に見え、また違う方向から見れば不幸であり失敗になります。見方が変われば全く違ったものに映るのです。ですから、
すべてのことをそのように分けることに意味はないと言えます。日本人の良さの一つは勝ち負け、良し悪し、正義、不正義などをはっきりさせないところにあるのかもしれません。正しいか正しくないかを問いかけるより、ただ笑顔で穏やかに折り合い分かり合って生きていくことを宇宙は望んでいるようです。日本を作った宇宙の意志は、日本の建国のもとになった精神的支柱である和の心をとても大切にしていると思います。それで和の文字を取って日本をヤマトと名付けたようです。日本に生まれた私たちは選ばれた人間ではなく、戦わないこと、争わないこと、そして笑顔で和の心を持って生きることを実践するために生まれてきた存在らしいのです。